はい、どうもその上司美穂です。バックです。今回はですね、ウィニングレブアプリ2020やっていこうと思うんですが、今回はですね、最強 DMU ランキングということで、最強シリーズになるんですけど、センターフォワード、センターバック、こちらまだ見てないよって方は見てほしいんですよ。今回は DMU ランキングということで、今回ね、トップ10ではなくてトップ8。DMF っていうとね、まあ選手がまあそこそこ絞られてくるっていう中で、前回のそのランキングと変わってるところもあるんだけど、メンツ的には同じような、はい、そうだね。選手っていうのも結構いるよと。まああくまでもね、そのまあ1年間こうやってきて、はい、一番ねおもち TV がね、まあいいなと思った選手だったりとか、あとまあオンライン戦で ね、 そうですね、非常に苦しめられた選手とかをまあランキングしていこうということで、はい、あくまでおもち TV の独断と偏見ですけどね、はい、まずね第8位は、IU ジーベートシーバーということで、まあ、ジーベートシーバーでいうと、B 固定のアンカーなんですよね。でアーセナル補正かける場合はラチスカ確定なのかなと。動きも軽いし守備力も高い DMF で、全てのプレーがね高水準で、ボールを持てるしみたいなあるんだけど、ただやっぱり今の環境的にこのジーベートシーバーよりも、まあ、能力値とかが高い選手、まあ、たくさんいるんで、まあ、この順位なのかなっていう気はしますね。まあ、IMB 固定のアンカーってところがね一番すごいいいところ、はい、もう絶好調とか好調とかだったらね、あのこの選手入れたりだとか、そうベンチに入れとくだけで、まあ、すごいスカッと安定、まあ、アンカーの選手、うん、まあ、使うっていう感じにはなると思うんですけど、まあ、DMF だとね大体アンカーとか、そう、まあ、プレーメーカーとかそういうことが多い中で、アンカーの、ね、B 固定は本当貴重なんでね、はい、まあ、結構使うことは多かったかなって感じですね、はい、そして第7位はですね、インビエラということで、まあ、これボックスとボックスでもハードプレスでもいいんですけど、本当対人能力とかね、ボール奪う力は中盤ナンバーワンかなと思ってて、まあ、地上戦だけじゃなくて空中戦もねやっぱり強いんで、まあ、ビエラを置いとくとね本当に中盤での、あの存在感がねやっぱ半端ないなと思ってて、まあ、これ相手にいてもそうだし、まあ、自分で使っててもそうなんだけど、結構理不尽なねボールを奪う力を見せてくれるっていうのはあるんですけど、ただやっぱり DMF っていうよりかは CMF の方が今作はなんかイメージ強かったかなって感じはしますね。まあ、ダブル DMF とかの時にあのビエラ使ったりとか、あと4312 の、 あのそこでねビエラ使うっていう案もあったりとか、はい、まあ、そこら辺があるんで、まあ、普通に DMF でも全然やれる選手ってこと、特にあのボックスとボックスとかの方だとあの前目の能力とかも上がってるんで、まあ、あのそういったその選手とかも入れることで、まあ、さらに DMF なんだけど火力も出るみたいな、うん、感じの使い方もできたのかなって感じですね。まあ、スキル追加できるねレジェンドも結構魅力的ですよね。はい、そして第6位はですね FP エンディティということで、もうエンディティもめちゃめちゃ優秀だよね。もうセンターバックができるアンカーということで、能力値っていうのはもちろんなんですけど、スキルもねこの選手やっぱ優秀で文句のつけどころがないんですよね。ただやっぱりオンライン戦とかで今の環境を見てると正直使ってる人が見ない。フィジカルがね多分唯一気になるのかなっていうのが90なんですよね。だからやっぱりこのフィジカルがもっと高いアンカーの選手とかいたりとか、まあ、エンディティよりもっとその足元の技術が高いやっぱアンカーの選手がいたりとかってあるんで、まあ、もちろん優秀なんだけど、ただおもちゃ TV も当てたけど、やっぱエンディティよりもその、まあ、1位とかから1位とか2位とか3位の選手使ってたなって印象ありますね。まあ、結構ここら辺は好みなんですけどね。そう、まあ、ただまあ優秀な選手であることは優秀です、かなり変わりないんで、まあ、そのセンターバックできるそう、っていうところがねかなりいいところなのかなって感じですね、はい、そして、第5位ですね、こちらの選手になりますということで、カゼミロですね。もうカゼミロもね、コンディション安定度が7あるアンカーということで、やっぱコンディション安定度がまず7いるアンカーっていうのがもう本当珍しい。カゼミロぐらいなのかな、こういうあの能力値が高くてっていう選手は。でカゼミロはやっぱりね守備数値はめちゃくちゃ優秀なんだけど、このサイズ185cm で、フィジカルが完走してると。でこの選手もセンターバックできる。だ能力値で見ると、まあ、スピシュンっていうところがね唯一スピード81、瞬発力79とか8ぐらいなんで、ここが結構気になるのかなと思うんですけど、使用感的にはねカゼミロは結構使ったんですけど、正直スピシュンの部分は全然気にならないかなって感じですね。まあ、ここら辺も好みで、まあ、気になるっていう人もいれば、はい、気にならない人もいるっていう、褒めによってもねあの結構変わってくる感じだと思うんですけど、ちょっとリトリト気味の監督とかであれば、まあ、全然ね普通に下がってくるんで、まあ、この能力値で、まあ、スピード瞬発、まあ、気にならないっていうのであれば、うん、本当ガチスカに全然入ってくる選手かなって感じですね。まあ、センターバックで、ね、使うと強いですよみたいな動画も出しましたけど、うん、本当センバーでも強いですね、はい、そして第4位は、マルキーニョスということで、マルキーニョスはねまずアン
カーでこのポジションエリア、カゼミロとかエンディティとかね、あのジーベルシューもそうかな、センターバックできるんだけど、マルキーニュスの場合って右サイドバックもできるんですよね。これがめちゃくちゃ優秀なんですよね。マルキーニュスはもうすごいなと思うのは、やっぱ足元の技術、スピード、瞬発、フィジカルコンタクトっていうのは90で、もちろんボディコンも90にあると。で、守備身長はめちゃめちゃ高いんですよ。どれ取ってもめちゃくちゃ優秀で、コンディションっていうの6もあるしっていうことで、弱点が全くない感じになってる。まあ、この手のタイプだとね、例えばバリオスだとか、まあ、今回あの FP ゾブニーとかね、はい、いると思うんですけど、まあ、そっちだとね、DMM で使うっていうよりか、やっぱサイドバック起用がやっぱメインになるのかなと思うんですけど、マルキーニョスの場合は、どっちかというとやっぱ DMF。DMF はいいね。まあ、別にサイドバックっていうよりかは、まあ、DMF で様子見といて、あのサイドバックがどうしても調子いい選手いなくなったら、このマルキーニョスみたいな感じなんでね、はい、まあ、そこら辺の使い方の違いはあるのかなって感じですね。はい、そして第3位ですね。第3位からプレッシュもあるんでね、見ていただければと思うんですけど、もうロドリということで、もうサイズ能力スキルとにかく優秀で、まあ、ロドリに関してはちょっと細かいこと言うと、縦パスに対しての遮断率が圧倒的だなと思ってて、まあ、どういう局面かっていうと、要は自分が攻撃しててでボール取られて守備に切り替わる瞬間に、相手の選手がフォワードに出てくるパスに対してロドリがね前にいるというか、そこでカットしてることが、この選手が今作だって一番その場面が多いんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、自動で取ってくれるみたいなね。縦パスね、本当甘い感じの縦パスは大体ロドリで遮断できる。そう、まあ、背もでかいですしね、はい、まあ、本当に強い、よく使ってたなっていう、使いました、うん、感じの選手なんで、まあ、大体ね WDMF でもワンボランチでも何でも、まあ、この選手とりあえず入れとくみたいな、ロドリが多かったかなっていう感じなのは、すごい多かったのかなって感じしますね。まあ、ロドリはね、まあ、基本的にね、まあ、こうやって足が当たってとか、まあ、サイズもあるんで足に当ててっていうのもありますし、ここで奪われた時に足が当たる、うん、だからここら辺でボール取れるとやっぱチャンスになるんで、相手のこのね陣地で、特に今作はね、この中途半端なパスで取ると、もうだいぶだいぶチャンスになるんですよ。もう取られた後の AI が一番バグってるんで、そう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 、もうそこで取れるか取れないかが結構大切みたいな感じになってきますね、うん、意外とねサイズに対しても結構軽くてね、うん、あのすぐね寄せていける。やっぱりここで取れてくると、あのこういう風な感じでね、選手がなだれてきて、やっぱりいい感じにね、あのシュートまで持っていけるっていうのがあるんで、うん、でもロドリがボール奪ったところから起点作る。で、このね、バックスピンロブというか、パスの技術も高いんですよ、この選手って。なんで結構 DMU からあのドカ切りして、あのインザーギとかそういうラッシュフォードとかに対してのフライパスっていう選択肢も取れる DMF なんで、そこもね、またいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。足が出ます、とにかくやっぱり。もう運んでって運んでってみたいな、かなり本当使ってきた感じはようあるね。大体のガチスカでロドリは入れてた気がする ね, ね、はい。そして第2位ですね、まあ、この男がね来ちゃったということで、カマビンガさんですね、まあ、カマビンガはもう能力値が最強で、CMF で100いきますし、もう DMF の中でも、まあ、正直能力値は一番強くて、でもう動きがね一番軽いです。本当カマビンガにカーソル当てて、あの下げたりとかすると本当に動きやすいし、プレシジュの反応とかもめちゃめちゃいいんで、すぐ寄せていくっていうのもあるし、あとはやっぱ DMF でちょっとボールを持ちたいなとか、ちょっと溜めたいなっていう時にも、もうボールコントロールからね、このボールキープでむちゃくちゃ高いんで、もう本当高いですね、とにかく低い位置でもボールが持てるし、あとはやっぱ今の環境も本当何百戦ってやりましたけど、あのオンライン戦とにかく一番使用率多いです、うん、みんな使ってますか、まあ、みんな、まあ、CMF で使うっていうよりかはやっぱアンカーなんで、ね、アンカーが多いね、あの DMF で使うっていう感じなのかなっていう感じですけど、はい、前目の数値もむちゃむちゃ高いっていうところで、うん、DMF でボール持ったりだとか、まあ、パスしたりだとか、まあ、もう何だったら打ったりだとか、そういうシーンもなんかあるんでね、結構前目の数値っていうのは今作、まあ、ちょっとね、うん、あの結構多めな重要視するポイントとしてちょっと使ってきたかなって感じですね。ちょっと、まあ、カマビンガの相手の方 の, あの、うん、カマビンガのシーンとかもちょっと出てくるんですけど、まあ、これはあのおもちゃ TV なんですけど、やっぱね、あの寄せていったりとか細かいところの処理とかもすごい抜群にいいんで、まあ本当文句があるならサイズぐらいだよね。まあでもそれもあのやっぱ190超えてない方がこう動きが軽いみたいな感じで好む人も多分いると思うんで、うん、まあ、そこは結構好き好きにはなるのが、ここら辺もね、やっぱおもちゃ TV がねこう攻めていく時のスルーパスなんですけど、結構伸びない、ピタッとこう止めてくるっていうのもあるんで、やっぱ相手にいても結構厄介ですし、まあ、自分で使っててもね、やっぱ一番信頼できるアンカーの選手だったから、まあ、ロドリをその前までずっと使ってたんですけど、カマビンガなんだよね、やっぱり今使ってんのはね、基準がね早いんだよね、アンカーっちゃカマビンガみたいな、ね、カマビンガね、これ確か CMF
かな、なんかこういう動きもできます。だから普通に中盤でちょっと上がってきてみたいな、うん、あの動きもできるんで、まあ、本当にめちゃめちゃ強かったかなっていった感じですね。はい、そして第1はそのカマビンガを抑えて I am ライカルトということで、2021のアプリで個人的に一番使った DMF で、サイズ 190cm あって能力もそうです、スキルもちろん守備時の AI も抜群に良くて、まあ個人的にはミラン補正かけることも多かったんで、うん、あのミラン補正の場合ライカルト使ってたんですけど、ただねやっぱ補正かけなくても彼めちゃめちゃ強くて、まあ、あのアンカーじゃないんですよ、プレイメーカーなんですけど、アンカーだと全く攻撃参加しないみたいなシーンが多いんですけど、プレイメーカーってね結構上がるんですよね。攻撃の方にも起点となっていけるっていうのがライカルトあって、このサイズ 190cm なんだけどめちゃめちゃボール持ちやすいっていう感じで、もう本当とにかく一番使用感が良かったかなと、もう本当これ個人的になっちゃうんですけど、ね、しかも結構シュートも強力でね、強力です。でしかも、センターバックもしっかりできます。このサイズのセンターバックって普通にもうガチガチのスタメンにいけるんで、そうです、 DMF とセンターバック、しかも IMB 固定、これ強いよ、まあ、これはねちょっと間違いないかなという感じで、まあ、攻撃面、まあ、さっきもカマウィンガーの時も言いましたけど、まあ、攻撃面もちゃんとできるし、守備面もセンターバックまで、網羅してくれる選手ということでね、まあ、本当プレーメーカー、あの前作とかだとやっぱアンカー、うん、めちゃめちゃ押してたんですけど、今作だとやっぱそっちが勝って、そうだね、まあプレーメーカーなんですけど、これ高いんだよねちょっと位置がね、うん、これリーフットだと思うんですけど、あの DMF の傍ら使うんですけど、やっぱ高いでしょ、あのアンカーじゃないから結構位置高いんですよ、だから相手のこう前でよりボールを奪っていけるっていうシーンが結構出てきます、ね、うん、特に5バックとかだと相手の縦パスに対してはもう3枚いるから結構強かったりするんですよね。だからその DMF がちょっと上がってたりだとかしても、逆に相手はそっちの方やりづらいみたいな、うん、感じのところもあったのかなって感じですね。結構ねこいつは強かったね、あのセンターバックでも使えるもん。そう、これローマの補正かけてんだけどね、うん、普通にやっぱりローマ補正でバティと取ってかけてるけど、まあ、DMF はやっぱりあのもう B 固定だしっていうので、あの元ライカルト絶対入れちゃうかな。だからこれ9なんですよ、あの新ライカルトの方が強いんだけど能力、うん、だから9でもねめちゃくちゃ強い、ほんとか全然お構いなしにやれるんで、あのぜひですねあんま使ってない方な今回っていう方は、まあ、個人的には一番使用感良かったんで、まあ、あんまね使っていただければなと。使ってない人、まあミラー補正とかだったら確実に使ってる人多いと思うんですけど、まあ、もう本当お守りで入れといていいのかなっていう感じの選手ですね、うん、まあ、センターバックのね結構5バックの真ん中で使ってる人も見るんだけど、うん、あのオンラインでね、まあ、その使い方も全然あるんだけど、ボールもねあの全然なんか持ちにくいって感じじゃないしね、なんかねロドルよりやっぱり持ちやすいなっていう印象があったね、うん、でここら辺のワンタッチパスとかもあのピタッとこうね、うん、やっぱ入れていくことができるん でちょっとああいうシューキャンとかしてねあの貯めることもできてっていうのがあって、ここら辺のねやっぱ反応もものすごいいいですし、あのボールもその伸びないし、ここら辺のパスとかに対してもいいし、なんならこう近寄ってきてねオートスラでスライかましちゃうみたいな、これめちゃめちゃいいスラだからね、こういうのが本当にできちゃう選手なんでね、まあ、今回は DMF ということでいつもトップ10だったんですけど、今回はトップ8ということで、まあ絞りましたね、絞りました。ぜひね皆さんの方でもこの選手強いよみたいなのがあったらですね、はい、ぜひぜひコメント欄で書いておいてもらえるとありがたいです。この動画がよろしくお願いいたします。でしょー、さらっぽー。